下し、両チームのスターティングメンバーが発表されています。白のユニフォームは静岡県代表南葛中、南葛キャプテン大空翼くんは怪我を押して今日もグラウンドに立ちます。そして一方、黒のユニフォーム東京都代表の東邦学園はエースストライカー日向小次郎くんがついにファイナルマッチで初見参。今日の試合は日本の未来のエース大空翼くんと日向小次郎くん2人の対決であります。これからの前後半60分、名勝負の数々がこのフィールドで繰り広げられることでしょう。世紀の一戦のキックオフのホイッスルが間もなく鳴り響こうとしています。これが俺の、やはり日向君も初っ端から来た。タイガーショットだ。早い、しまった。なんとボールがゴールポストに当たってパンクした。日向くんのタイガーショット、すさま。南葛ゴールキックで仕切り直します。伊沢パスをもらった。日向くん、ボールは友達、渡しません。翼は俺たちで食い止めるぞ。キャプテンは攻撃に集中を。激しいタイム。伊沢くん、杉君、狙いすましたパスを送る。これはタッチを割ります。ワンタッチで送る。スローインでのリスタート。あとロングスロー。さあ翼君、ここで止めた。あとドリブルは見送る。杉君、必殺のシュートを放った。体ごとボールにぶつかっていく。川辺君、シュートの勢いも体で止めました。かわして振り切った。中里くん、パスを出す。小池くん、タックルも決めた。チャンスが決まった。タキ、翼くん、センターラインを越えて攻め込む。これは何でスピードだ。翼くん、さあオーバーです。今井くん、激しいタックル。見たか。ヒューガくん、連続突破で見せた。中里くん、伊沢、小池くん、ボールを狙うも届かない。柴田くん、激しいタックル。柴田くん、ここは抜かせません。ボールのヒールリフトだ。小池くん、このスライディングが決まった。ここはパスを出した。体ごとぶつかっていった。よくかわして突破。チャンスが決まった。いけ、それ、このタックルは不発に終わります。さあ、ゴール前です。ここから打ってきた。ハンドキックで大きく蹴り出した。たけし、日向君にパスは出させない。翼さん、今日は勝負です。ボールを狙うも届かない。翼君、これは南米式のドリブルだ。ボールは友達、渡しません。中島君、ボールを狙うも届かない。そのコットで鋭く反応。あっと、これを弾いた。今井君、これをトラップ。長野君、ボールダッシュ成功。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。シュートまで持ち込めるか。ゴールを狙う。このゴールで俺たちの闘志を見たか。長いパスが通った。ガッツン、激しいタックル。横をすり抜けた。ガッツン、連続突破で見せます。ここから一気に攻め込みたいところ。力を
めて強烈なシュート。若島津君、横っ飛びでキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。さあカウンターだ。チャンスが決まった。ここはパスを出した。早くも前半の半分が経過しましたが、試合の行方はまだまだ分かりません。小田君、ここは抜かせません。抜かせるか。激しいタックル。翼、翼君、お箱のヒールロックだ。得意のヒールリフトでスライディングで止めた。小池君、素早く横に倒す。岩野君、ここで奪った。田辺君、激しいタックル。それ伊沢君、ここは抜かせません。ここはパスを出した。キスギ君、ここからチャンスを作れるか。翼君、ボールはこの先渡しません。ゴールを狙う。クリアでキューバをしのぎます。それタキ君、パスを出します。翼君、お箱のヒールロックだ。高島君、激しいタックル。パスを出します。狙うんだろ。ここは抜かせません。タキ君、ここはパスに切り替えた。小池君、激しいタックル。そうだ、それかわして振り抜けた。キスギ君、シュートだ。パントキック、どこまで運べるか。このパスは通らない。ドリブルでボールを運ぶ。翼君、ボールは友達渡しません。それいけ。どうやった。東方、ここでキャプテンにボールを託して、勝利の一撃を狙うか。狙いすましたパスを送る。ここでパスカット。このパスとぶつかっていった。沢田君、このパスをカットします。伊沢君、ここで止めた。おっと、攻守交代だ。稲見君、タックルを決めた。ドリブルと見せかけてパス。沢田君、このスライディングが決まった。抜き去った。敵陣へ攻め込んで、あっと奪い返した。シノル君、タックルを決めた。ドリブルで突破。もらった。行け。フィールド、これがタイガーキャッチだ。素早くつなぎます。島野君、ボールを奪うことができません。今井君、タックルを決めた。クロスが決まった。キスキ、パスを回す。体ごとぶつかっていった。横をすり抜けた。ヒデカさん、チャンスが決まった。パスを回す。体ごと、ここは抜かせません。横をすり抜けた。チャージが決まった。翼君、得意のヒールリフトでどうだ。小池君、激しいタックル。ドリブルでボールを運ぶ。体ごとぶつかっていった。翼、パスを回す。ここでパスカット。長野君、パスを回す。翼君、ここは抜かせません。これは南米式のドリブルだ。翼君、シュートだ。パントキック、どこまで運べるか。よし、注目の決勝戦、東方、後半に巻き返しなるか。キックオフで後半スタート。さあ、翼君、ボールは友達渡しません。これは何でしょう。高島君、ボールを奪うことができません。シュート、ぶつかっていった。小池君、激しいタックル。パーリーを打ちます。滝君、かばして振り切った。何、ぶつかっていった。岩野君、激しいタックル。翼君、センターラインを越えて攻め込む。川辺君、ボールを蹴り出します。小池君、ここはパスを出した。見たか。ヒューガ君、連続突破で見せます。チャンスが決まった。
沢田くん、ボールを狙うも届かない。チャンスが決まった。セバタくん、センターラインを越えて攻め込む。ボールは友達渡しません。セバタくん、必殺のシュートでゴールを狙う。これを正面から抑えに行く。ここは抜かせません。このタックルは不発に終わります。糸村、鋭い回転をかけてゴールを狙う。お見事、華麗に止めた。パントキックで大きく蹴り出した。岩見くん、ボールを奪った。翼くん、タックルを決めた。ボールは友達渡しません。これは南米式のドリブルだ。翼くん、シュートで持ち込めるか。豪快にシュート、弾いた。ここは抜かせません。激しいタックル。翼くん、ボールは友達渡しません。パントキック、どこまで運べるか。ヒューガくん、ロングパスを受けます。また奪い返した。ハイタッチで送る。小池くん、ボールを奪った。体ごとぶつかっていった。横をすり抜けた。敵陣へ攻め込みます。こっちだ。アッツン、敵陣を切り裂く。チャンスが決まった。抜き去った。負けるな。ああ、行くぞ。俺たちの夢に向かって。素早く横に飛ぶ。これはごぼう抜きだ。それあとドリブルは見送る。翼くん、これは南米式のドリブルだ。よし、ここぶつかっていった。は、長野くん、ここはパスを出した。翼くん、これは南米式のドリブルだ。伊沢くん、ここは抜かせません。ここはパスを出した。後半15分が経過しました。ここからラストスパートをかけてくるか。ここはパスを出した。高杉くん、激しいタックル。ここで奪った。高杉くん、ここは抜かせません。これは南米式のドリブルだ。ボールは友達渡しません。翼くん、必殺のシュートでゴールを狙う。決死のセーブでゴールを割らせない。真鍋くん、いい形でボールを奪った。素早くつなぎます。翼くん、お箱のヒールリフトだ。激しいタックル。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。肩ごとぶつかっていった。翼くん、激しいタックル。それキャプテン、素早く横に倒す。次々にかわしていく。伊沢くん、パスを出します。ここはパスを出した。鋭いスライディング。小池くん、素早く横にかわす。チャンスが決まった。高杉くん、ここはパスを出した。ここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。小池くん、素早く横にかわす。高島くん、激しいタックル。ここは抜かせません。滝くん、センターラインを越えて攻め込む。かわして振り切った。ここはパスを出した。翼くん、ボールは友達渡しません。それ今井くん、ここはクリアだ。ヒューガくん、ここはキープ。小田くん、ここは抜かせません。ドリブルでボールを運ぶ。横をすり抜けた。このタックルは不発に終わります。チャンスが決まった。ゴールとぶつかっていった。ここはパスを出した。ゴールとぶつかっていった。
もらった。メガド君、タックルを決めた。マサダ君、このスライディングが決まった。マサダ君、激しいタックル。それ、もらったぞ。ぶつかっていった。マサダ君、ここは抜かせません。ボールは友達。マサダ君、これは南米式のドリブルだ。翼くん、ボールは飛ばせる。また飛ばせる。必殺のシュートを放った。さあ、弾きます。翼くん、ここから打ってきた。素早くつなぎます。翼くん、ここは抜かせません。東方、ここでキャプテンにボールを託して勝利の一撃を狙うか。チャージが決まった。それ、回して振り切った。高島君、激しいタックル。チャージが決まった。ドリブルでボールを運ぶ。高島君、これは南米式のドリブルだ。南君、ここは抜かせません。横をすり抜けた。南葛全国中学生サッカー大会 V 東方3度目の挑戦も三度南葛の厚い壁に跳ね返されました。最後のこの試合、また俺は勝てなかった。結局一度も勝てなかった。ヒューガ君がいてくれたから、ヒューガ君がいてくれたから、俺も君に負けまいとこの3年間頑張ることができたんだ。翼、できればベストの状態のお前とやりたかったよ。ごめん、ヒューガ君。早くブラジルへ行っちまえ。え？お前が日本にいて俺の目の前でうろちょろしやがるから、俺はお前を、お前だけを目指しちまうんだ。ユーガ君、これでひとまず俺たちの戦いも終わりだな。今、深紅の優勝旗が南葛中キャプテンの大空翼くんの手に渡りました。沸き起こる場内の声援をお聞きください。